ロビーカフェザリッツ・カールトン東京は、東京、六本木にあるホテルである。ザリッツ・カールトングループの施設の一つであり、複合施設、東京ミッドタウンの超高層ビル、ミッドタウンタワーに入居している。2007年3月30日、同ホテルが入る東京ミッドタウンと同時に開業し、東京都内で最高層のビルとなった、ミッドタウンタワーの1階から2階、 および高層階の45階から53階までを占めている。低層階には、婚礼、宴会施設が設けられ、フロント、ロビー、レストランは45階、客室は47階以上に設置、46階にはフィットネススパ施設がある。客室の広さは最も小さいものでも52平方メートルであり、最上位のザリッツ・カールトン・スイートは、 広さ300平方メートル、一泊の料金は210万円となっている。52から53階のザ・リッツ・カールトン、クラブフロアには専用のラウンジがあり、コンシェルジュが常駐している。モダンビストロ、タワーズ・オープンのお知らせ公式サイト2015年3月18日、日本料理、ひのき坂、と、ザ・バー、ザ・ロビーラウンジ。 リニューアルオープンのお知らせ公式サイト2014年11月17日。ありがとうございます。